V8 のエンジンですか。接客っていうのは、はい、どのようにして効率をよく連結してるんですか。全て作り直してるんで。はい、ルーツチャンネル、プロレーシングゲーマーのヤマドゥです。今日も東京オートサロンに来てるわけなんですけれども、今回はですね、TMAR さんのブースに来ています。でこちらのお車なんですけれども、あの斉藤大吾選手にお話を聞けるということでやってきました。斉藤選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、はい、まさかの箱スカをベースにされて、はい、お車を製作されたということで、はい、今回どのような仕様で製作されてるんですか。まあ、一応ドリフト仕様ということで、ドリフトの車をまず作りましょうで始まりました。で、まあ、ただ作るんじゃ面白くないんで、今フォーミュラ D っていう大会があるんですけど、その大会のレギュレーションに合わせて大会に出れる仕様で作りました。なるほど。ちなみにこれボンネットの中、こちらついてるエンジンってもしかして V8 のエンジンですか。これそうですね、アメリカのナスカーの V8 のレースエンジンを、はい、さらにチューニングして乗せてます。ちなみにこちらのエンジン何馬力ぐらい出てるんでしょうか。これでだいたい800以上出てて1万回転くらい回ります。なるほど。ということはすごくパワー感もあって、どんなドリフトでもできてしまうってことですね。そうですね、はい、はい。ちなみに他いろいろ、まあ、エアロパーツもすごいワイドなものが組まれたりとか、はい、また内装もすごくこう変わっているポイントもあると思うんですけど、はい、一番こだわりのポイントっていうのはどのあたりになるでしょうか。まあ、こだわりは本当全部こだわりなんですけど、はい、まあ、あとはオリジナルのかっこよさを生かしながら、さらにそれを引き立てられるような、まあ、感じで意識して作りました。斉藤選手、こちらのお車、はい、ちょっと前からゆっくり見ていきたいなと思うんですけれども、はい、まずすごく車高が低くて、こちらは全部オリジナルのエアロということですか。そうですね、ただエアロで車高を落とすってよりは本当にこれもう車高しっかり落ちてて、はい、でまあ、それで走れるような足回りと、あとはまあドリフトするんで、ステアリングラックとかも今風なやつを全部使って最新のチューンでできてます。でハンドルもドリフトなんで いっぱい切れなくちゃいけないんで、まあ、切れ額も上げてるし、で、まあ、あとはまあこのエンジン、ナスカーなんですけど、ミッションなんかもナスカー用の、ドグミッションを使ってて、はい、でドリフト結構重さのバランスが重要なんで、前後の重さのバランスが、ラジエーターなんか本当は前にあるんですけど、この車の場合はトランク後ろに移動してます。あ、本当だ。これがラジエーターで、はい、で、まあ、これ燃料タンク、必要 最小限の、もう燃料は20リッターぐらいしか入らないです。で、これがエンジンがレース用で、オイルをポンプで回してるんで、エンジンオイルのタンクです。エンジンオイルのタンク、はい、で、まあ、サスペンションなんかは結構新しく作ってるんで、もう見えちゃってるんですけど、はい、で、まあ、あとデフ、後ろデファレンシャルあるんですけど、これもノーマルだと弱いんで、アメリカのウィンタースって、まあ、強いデフに変えてあります。そうなんです。ごめんなさい、素人質問で申し訳ないんですけど、はい、後ろにラジエーターを敷設したということは、はい、これ冷却っていうのは、はい、どのようにして効率をよく冷却してるんですか。まあ、まずエンジンルームじゃないんで、そもそもそんなに暑くないっていうのもあるんですけど、あとまあ風はここから入って、ここもそうだし、まあ、その隙間から風が入って、まあ、こっちファンで抜いてやってる感じです。そうなんですね、ありがとうございます。ちなみにこちらはこのバッテリーということですね、はいはい、このバッテリーもすごく小さいバッテリーですよね。そうですね、まあ、もっと小さいのもあるんですけど、まあ、後ろはある程度重さのバランスも大事なんで、ちょっと逆に大きめなのがついてる方です。そうなんですね、はい、すごいな、ありがとうございます。で、まあ、タイヤはこちらタイヤスリックタイヤですね。そうですね、今、はい、まあ、スリックタイヤ、まあ、
単純にグリップもあって速いドリフトが可能だし、まあ、見た目もすごいかっこいいんで、まあ、今回はスリック履いてます。ただ大会によってはスリックタイヤ禁止だったりするんで、まあ、その大会のレギュレーションに合わせてタイヤは付け替えることができるんですけど、まあ、今回はショーっていうことで旧車っぽいスリックタイヤで来ました。めちゃくちゃかっこいいですもんね。これ中見るとかなり結構シンプルな内装になってると思うんですけど、はい、そうですね、あのペダルとかもレース用のペダルに変わってて、ただまあ少し箱スカのこの辺はレギュレーションで残さあの純正をちょっと使わなくちゃいけないとかっていうのもあるんで、はい、純正を少し残しながら、まあ、あとは必要最小限の作りにしてあります。こちら旧車ということで多分この時代の車はパワーステアリングとかついてないと思うんですけど、この車はパワーステとかついてる、ね、この車はパワーステになってます。なるほど、はい、新しく作られたというか改造されたという、まあ、もう全部もう全く全て作り直してるんで、はい、はい、でまあマフラーここからです。そうですね、サイド出しになってますね、まあ、あの右左出てるんですけど、はい、まあここです。これもかっこよさ重視ということですか。これもかっこよさ重視もそうですし、車高が結構低いんでデフのあたりをまたごうとするとマフラーが下に垂れちゃうんで、あの下をヒットしてマフラー潰れちゃったりするんで、はい、ここのが効率いいです。なるほど、そういうことなんですね。これって H パターンですか。 H パターンの4速のドグミッションです。なるほど、ナスカーがそうなんです。はいはい、で横がもう油圧のサイズ。そうですね、ドリフト特有だと思うんですけど、はい、サイドブレーキです。はい、あとはこれ、ま、基本的にいつも車ってだいたいここにメーターとかもあると思うんですけど、はい、それはあのセンターのパネルで管理されてるんですか。まあ真ん中でも どっちでも良かったんですけど、まあ、少し個性も出したいなと思って、はい、今回は真ん中にしましたけど、はい、あのどちらでも大丈夫。そうなんですね、ありがとうございます。はい、ということですごくカスタマイズされたドリフト仕様の箱スカを斉藤大吾選手と一緒に紹介をさせていただきました。斉藤選手、最後にファンの皆様に何か一言ありました。はい、まあ、今回オートサロン終わったらこの車走らせようと思ってるんで、また豪快なドリフトができたらいいなと。で、まあ、それをまた見てみてください。はい、ということで、はい、TMAR さんのブースにお邪魔しました。斉藤選手、ありがとうございました。ありがとうございます。ブーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。